た。丹沢湖が見えます。で、目的地はまずはダムカレー、目指すはダムカレーで、その後に、ダムを見てダムカードをもらおうかなと。はい、音声案内も終了しました。あ、無料駐車場やん、ここ。あ、でも向こうでいいのか。あ、ここか、ここじゃない。あ、ここだ、ここ。丹沢湖レストハウス、多分ここでダムカレーがあるんじゃないかな、売ってるんじゃないかな、置いてるんじゃないかな、食べれるんじゃないかな。できればこれぐらい凝ったダムカレーを食べたい。今まで食べてきたのはね、本当にいや、動画が残ってるからちょっとあれなんですけど、レトルトカレー感がもうすごいのね、本当に。これとかもうすごい具がしっかり入ってて、この辺もキノコのカレーっぽいじゃん。のなんかそういうのが食べたいな。ちょっとすごい期待してちょっとここ行ってみます。よし、行っちゃおう。期待してるから、すごい期待してます。まあダムカレーがあるっていうそういうのは知ってるだけで、あった、ダムカレー。だからどういったものなのか、その絵はまだ見てないので期待してますよ。行きましょう。美穂ダムカレー、足柄牛めんち入り限定15。よし、これにしよう。しゃあ、いただきます。来たよ、ダムカレー。ほら、せき止められてる。で、メンチ入ってます。あ、ご飯と一緒に食べようか。うん、おいしい。青のりがかかってます。きゅうり、青のり、メンチ、豚と玉ねぎぐらいかな。特に人参とかはなし。特徴的なのはこれかな、この青のりのかかったご飯で、俵型のがこう立てられてる感じ。メンチは何、なんかこう表してるのかな。島みたいなのがあるのかな、わかんないね。行ってみないと。見てからの方が良かったかな。まあいいか。ごちそうさまでした。完食です。結構ボリュームあったね。ご飯がこう俵型にギュッギュッギュッってなってるから、普通よりはちょっとご飯が多いかなっていう、まあ満足感はその分ありました。美味しかったです。ごちそうさまでした。